今、菜の花とタアサイ、高菜の苗を育てていますが、苗が徒長して困っている方もおいでるのではないでしょうか。私はこの稲ぬかを使って苗が徒長しないように育てています。この稲ぬかは本来茎をしっかりさせるために稲のほか野菜に使用するようになっていますが、私は育苗に使っています。稲ぬかが徒長に効果があるかどうかの検証をするために何種類かの方法で実証実験をしています。これは菜の花ですが、左側3筋は梅土だけで栽培しています。残りの方は梅土の上に種を置いて、その上に少し梅土を置き、その上に稲ぬかを置いています。これはタアサイですが、左側3筋は梅土だけで栽培しています。残りは梅土を入れて、その上に種を置いて、その上に稲ぬかを置いています。これは高菜ですが、最初に梅土を入れて種を置いて、その上に稲ぬかを置いています。種はもったいないので、3年前の種を冷蔵庫に入れて保存していました。古くなったので発芽していないのもありますが、なんとか発芽して苗として使用できそうです。菜の花の状況ですが、やはり梅土だけで育てている分は徒長しています。この種の上に少し梅土を入れて、その上に稲ぬかを置いた分は、稲ぬかを使用していない分よりかは茎がしっかりはしていますが、徒長しています。このタアサイの苗ですが、やはり梅土だけの分はすべて徒長しています。残りの種の上に梅土を置かずに稲ぬかを置いた分は、徒長もせずにしっかりした茎で成長しています。このことから、稲ぬかを使用する場合は梅土を入れて、その上に種を置いて、種の上に稲ぬかを置くのが一番効果があります。この高菜は発芽して徒長もせずに順調に育っているようです。稲ぬかは種の上に直接置くのが一番効果があるのが分かっていただけたでしょうか。短い動画ですが、皆さん方の参考になれば幸いです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。